それではただいまから第15回の新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催いたします。まず、政府の緊急事態宣言の区域の変更、それから基本的対処方針の変更に変更、徳島県の対処方針の変更について、機関に環境部長から報告をお願いいたします。はい、機関環境部でございます。まず政府の緊急事態宣言及び基本的対処方針の変更についてでございます。本日政府より、緊急事態宣言の対象区域が変更され、徳島県を含む39県が対象区域から外れることとなりました。資料1をご覧いただきたいと思います。今後の対象区域は北海道、埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫の8都道府県でございまして、最初の7都府県から福岡県が除かれ、追加されました6道府県のうち北海道、京都府が残った形となっております。合わせて政府の基本的対処方針が変更されておりまして、資料1の6ページご覧いただきたいと思います。中ほどから下にありますように、緊急事態措置を実施すべき区域の判断につきましては、1の感染の状況、2医療提供体制、3監視体制、この3点に特に着目した上で総合的に判断するということになっておりまして、7ページ、下の方に書いてございますけれども、総合的な判断により8都道府県につきましては、直近1週間の累積報告数が10万人当たり 0.5 人以上であることなどから、引き続き特定警戒都道府県として特に重点的に感染拡大の防止に向けた取り組みを行うということになっております。8都道府県以外の39県につきましては、後述するまん延防止の取り組みということが示されておりまして、それにつきましては20ページをご覧いただきます。20ページの2行目にありますように、緊急事態措置の対象とならない都道府県における取り組みということで、1つ目のポツにありますように、人と人との距離の確保をはじめとする新しい生活様式の実践例等について住民に周知を行っていく。2つ目のポツにありますように、不要不急の帰省や旅行など特定警戒都道府県をはじめとする相対的にリスクの高い都道府県との間の人の移動につきまして、感染拡大防止の観点から避けるように促していく。また、これまでクラスターが発生しているような施設等については外出を避けるように呼びかける。また、全国的かつ大規模なイベントの開催については基本的に中止または延期するように求めていくというような取り組みが示されたところでございます。これを受けまして、本県の徳島県の対処方針でございますが、資料3用意しておりますが、国の対処方針の変更と補助を合わせて本県の対処方針も変更いたしたいと考えております。この対処方針のもと、これから申し上げるような対応を進めてまいりたいと考えております。まず移動の自粛に関してでございますが、近県の状況を見ますと、昨日大阪府では東京都を上回る12人の感染者が発生しておりまして、さらに愛媛県では昨日も3人加え、本日、病院での集団感染により新たに17人の感染者も発生しているという状況でございます。こうした状況の中、県民の皆様には全国知事会のアナウンスにもありますように、緊急事態宣言発令中におきましては、特定警戒都道府県の往来はもとよりでございますが、都道府県をまたいだ不要不急の移動の自粛をお願いしたいと考えております。これに伴いまして、県営施設におきましては県外の方々のご利用を控えていただく取り組みを継続することとしまして、事業者の方々にも自主的な取り組みをお願いしてまいりたいと考えております。イベントにつきましては、全国的かつ大規模なイベントについては開かない、参加しないことを求めるとともに、小規模なイベントにつきましては3密の徹底回避にご留意をいただきたいと考えております。さらに、これまでクラスターが発生した施設、例えば、繁華街の接待を伴う飲食店、カラオケ、ライブハウスにつきましては、県民の皆様に外出を避けるよう呼びかけてまいります。
現在、県民の皆様に対しまして、新しい生活様式について、県のポータルサイトなどにおいて周知を行っており、今後、事業者の方々に対して、新たに国の対処方針で示されました、業種ごとに策定するガイドラインを踏まえた対応の働きかけを行うなど、感染拡大防止に寄与する新しい生活様式の定着を図ってまいりたいと考えております。以上でございます。続きまして、全国知事会の動き、それから相談受診の目安の変更、それから学校の再開について、政策官房、それから保健福祉部長、教育長が順に報告をお願いします。はい、全国知事会の動きについてでございます。資料4および5をご覧ください。緊急事態宣言の一部解除の可否や二次補正予算案の編成に向けた動きが本格化する中、5月12日、40人の知事が上の参加のもと、第8回新型コロナウイルス緊急対策本部会議を開催し、新型コロナウイルス感染症対策および雇用調整助成金等に係る2つの緊急提言を取りまとめるとともに、翌5月13日には、西村新型コロナウイルス担当大臣や加藤厚生労働大臣と意見交換を行い、緊急事態宣言の解除や再指定の基準の明確化、第二次補正予算の速やかな編成などについて提言を行ったところでございます。また、本日、緊急事態宣言の一部解除を受け、資料6でございます。国に対して都道府県をまたぐ不要不急の移動の自粛やを求める強いアナウンスの発出、新しい生活様式が定着するまでの広報の強化、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化することを見据えた2つの交付金の飛躍的な増額、雇用調整助成金の上限額の大幅な引き上げや申請手続きの簡素化、今年度中の学年の在り方や9月入学生の骨太の議論、さらには今後予想される感染拡大の第2波、第3波への備えとして、ワクチンの早期実用化に向けた大胆な資金投入など、さらなる対策の強化を求めたところでございます。引き続き、全国知事会としてもアンテナ高く情報収集し、地域の実情に即した感染防止対策をタイムリーに打ち出してまいります。続きまして、保健福祉部から2件ご報告をさせていただきます。1点は相談受診の目安の変更についてでございます。資料の7をご覧ください。5月の8日に新型コロナウイルス感染症についての相談受診の目安が変更されております。中身につきましては、頭紙めくっていただきまして、2ページ目の中ほどでございます。帰国者接触者相談センター等にご相談いただく目安といたしまして、少なくとも以下のいずれかに該当する場合にはすぐにご相談くださいされております。1つには息苦しさ、強いだるさ、高熱等の強い症状のいずれかがある場合、また重症化しやすい方、これは高齢者、糖尿病、心不全などの基礎疾患がある方、それから透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方でございますが、こういった方が発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合、そしてまた上記以外の方であっても発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状が続く場合、こういった場合にはすぐに帰国者接触者相談センターにご相談いただく、あるいは医療機関に受診をいただくということに変更となっております。ご相談いただければ医師が個別に判断をして検査を受けていただくという流れになってございます。本件におきましては、まず医療機関への相談受診につきましては、オンライン診療の促進を図っております。合わせまして、PCR 検査の受験につきましては、従来からの帰国者接触者外来だけでなく、かかりつけ医から直接検査を受けていただくことが可能となっている、ドライブスルー方式の地域外来検査センターを、すでに県医師会と連携のもと運用を開始しているところでございます。県民の皆様の検査につながる道の充実に努めてきておりまして、本日の緊急事態宣言解除後の活動再開に対応できる状況を整備してきたところでございます。こうした体制の整備に合わせまして、今後社会経済活動のレベルを徐々に引き上げていく中で、新型コロナウイルスへの感染リスクを下げる、また万が一かかっても爆発的な感染拡大をさせないというためには、感染症にかからない、移さないという行動が必要となってまいります。すなわち県民の方お一人お一人の新たな
生活様式への定着が必要あるところでございます。こういったことから検討いたしましては、各関係機関への通知、また県ホームページおよび新聞広告への掲載、テレビでのスポット CM の放送など、さまざまな媒体を通じまして県民の皆様に周知を図り、ご理解とご協力をお願いしたいと考えております。2点目でございますが、資料ございませんけれども、関心の高い治療薬等の現状についてご報告させていただきます。まず治療薬につきましては、今月7日国内初の治療薬といたしまして、レムデシビルが特例承認されております。このレムデシビルは国内での供給量が現時点では限られておりますことから、医療機関が必要とする量を国のウェブ調査で報告をすることとなってございます。その報告された患者数などに応じて国からの配分が行われるという仕組みになってございます。またもう一つの治療薬でございます。今月中に承認予定のアビガンにつきましては、現在も症例収集を行う観察研究が行われており、県内の感染症指定医療機関におきましても事前準備として必要な院内の倫理審査委員会などの手続きは既に完了いたしております。今後投与が必要な患者が発生すれば直ちに使用できるという体制となってございます。続きまして、検査の新たな処方でございます。抗原検出についてでございます。今月13日に薬事承認されたところでございますが、当面は東京、神奈川、大阪、北海道など患者発生数の多い地域の帰国者接触者外来などにおいて使用をされ、今後生産量の拡大状況を確認しつつ、対象地域および PCR 検査が可能な医療機関を中心に拡大されている部分となってございます。またもう一つの抗体検査でございますが、これは東京、大阪などにおいて行うこととされておりますが、現在この抗体検査のキットにつきましては、いまだその精度が十分に高いものとはなっていないということ、また供給量も現時点では十分でないということがございます。今後の状況に応じて、本件においても対応していけるようにしっかりと状況を収集してまいります。以上でございます。続きまして、教育委員会でございます。口頭でご報告をさせていただきます。教育委員会からは、まずは県立学校の再開について、併せて再開に伴う学力向上対策についてご報告いたします。まず、学校の再開につきましては、現在実施しております県立学校の臨時休業につきましては、去る5月4日、緊急事態宣言が徳島県をはじめ、全都道府県において5月31日まで延長されたことを受け、臨時休業の期間についても同日まで延長したところです。本日、先ほど危機管理環境部長さんの報告にもありましたように、専門家会議の中間報告を踏まえた国の総合的判断により、徳島県をはじめ39県に対する緊急事態宣言が解除されました。本件の状況としまして、これまで5名の感染が判明しておりますが、全員が県外からの危険者や体験者で、感染経路は特定されており、加えて近隣府県の状況としまして、四国をはじめ多くの他県で緊急事態宣言が解除され、引き続き宣言が維持された大阪府や兵庫県におきましても、新規の感染者数が大きく減少しているところです。このような状況に鑑み、本県では全域において、学校の安全は確保されているというふうに考えております。合わせて本件の状況は、臨時休業実施のケースを具体的に提示した文部科学省のガイドラインには該当しておりません。こうしたことから県立学校におきましては、感染防止に万全の体制を整えた上で、5月21日木曜日から学校の休活をスタートすることとし、合わせて市町村立学校にも同様の対応を要請したいと考えております。具体的な手順としましては、まずは臨時休業明け直後の5月21日木曜日、22日金曜日に学年別の分散等による登校日を設けた上で、5月23日土曜日から月末でもあり週末でもある31日までを登校日に続く通常活動スタート期間として設定したいというふうに考えております。このスタート期間中、時差登校や短縮授業、教室内での机の配置の工夫など、各学校の実数に応じ、3密を徹底して回避するなどの感染拡大を予防する新しい生活様式を積極的に取り入れるとともに、児童生徒の心のケアにも配慮しながら、教育活動を進めてまいりたいと考えております。
また部活動につきましては5月23日土曜日以降感染症対策を徹底した上で短時間での練習からスタートすると児童生徒の過度な負担とならない範囲で実施できるものとしたいと考えております。以上によりまして再開した期間中に集中的に感染防止対策、心のケア等万全の体制を整えた上で6月1日月曜日から通常の教育活動を実施してまいりたいというふうに考えております。次に学力向上対策についてでございます。臨時休業の長期化に伴う学習の遅れへの対応といたしまして、まず県立学校におきましては夏季休業の大幅な短縮、学校行事の生鮮による授業実数の確保、また放課後や休業日における補充学習の実施などにより対処してまいります。その上で4月補正予算におきまして各県立学校において17の取り組みを可能とする学校裁量を創設しまして、学校再開後における学習支援を強化することにしたところです。これにつきましては学校に対し学校の規模に応じて30万円から100万円を基準に配分するということをしております。この予算を各学校が創意工夫を凝らしまして活用することにより子ども目線に立った学校教育を積極的に展開してまいります。今後とも児童生徒の安全確保を最優先にしまして学校でクラスターを発生させないとの方針のもと、感染防止対策に万全を期すとともに教育委員会を挙げて学習の遅れ等に対する懸念払拭に向けしっかりと取り組んでまいります。以上でございます。そのほかは何かございますでしょうか。本日政府から本県をはじめとする34県に対しまして緊急事態宣言解除となったところであります。それに伴う基本的対処方針も変更がなされたところであり、今後は第2波、第3波感染者の増加リスク、これをしっかりと留意をしながら段階的に社会経済活動を上げていく新たなフェーズに入ることとなります。ということで、以下私の方からは3点指示をさせていただきたいと思います。まず第1点目は今教育長さんからもありました、学校休業、つまり学校の再開についてであります。5月の4日全都道府県に5月の31日まで緊急事態宣言が延長となったところでありました。その意味で臨時休業の期間につきましても5月の31日まで延長とさせていただくとともに、14日の専門家会議の中間評価、もし仮にここで本県の緊急事態宣言が解除となった場合、当初では途中の臨時登校日としておりました5月の21、22、これらを逆にこれからの再開の準備期間という2日間にし、そしてしっかりと対応、ここから事業を再開としていこうと、まあ、こうした形を取らせていただいたところ、本日解除となったところでありますので、当初の予定通りこの形、この方針にのっとっていければこのように考えるところであります。なお本県の感染状況あるいはその周辺の状況について、やはり児童生徒の皆さん方の安全安心を考えるともう一度考えてみる必要があります。本県の現在までの感染者数は5名、その全てが県外からの危険者あるいは県外からの来訪者となっているところであり、いわば市中感染は起こっていない状況となっております。また隣接県につきましても、例えば四国3県とも今回は解除となりましたし、中国地方についても同様の状況となっております。ただ海を渡る対岸である兵庫県あるいは大阪府は引き続き緊急事態宣言対象エリアになったところではあるわけでありますが、その感染者数につきましては大幅に今減少となっているところであり、場合によっては今日の発表では21日にもう一度専門家会議による中間評価がなされると、その時には解除の可能性も示唆されているところであります。こうした状況を鑑みますと、学校を取り巻く状況につきましては
安全が確保なされたものと、このように見なすことができるところでありますので、県立学校におきましては感染防止にはもちろん万全の体制を整えた上で、5月の21日木曜日から学校教育活動を再開することとし、先ほど申し上げた5月の21日の木曜日、22日の金曜日、登校日を設けますとともに、合わせて市町村立の学校にも同様の対応を要請をすることといたします。再開にあたりましては、もちろん新しい生活様式、これを積極的に取り入れ、通常の教育活動にもつなげていただきたいと思います。また合わせまして、臨時休業、長期化に伴う事業の遅れなどについてであります。こちらにつきましても、夏季休業期間、こちらを大幅に短縮をする、また事業時数の確保、こちらにつきましてしっかりと対応をするとともに、4月補正予算、こちらを迅速に活用した各学校からの創意工夫により、学力の向上対策、積極的に展開をしていただきたいと思います。次に2番目として、イベントなどの実施についてであります。緊急事態宣言が解除されたものの、感染防止におきましては、県民および事業者の皆様方には以下の点についてお願いをしていただきたいと思います。まずイベントの開催にあたりましては、比較的少人数では、これはどのくらいかということでありますが、こちらは50名程度までとなるところであります。また3密徹底回避、そしてこれらに留意をした開催を行っていただくとともに、全国的かつ大規模なイベントにつきましては、感染リスクに鑑み、開かない、参加しないことを徹底いただきたいと思います。また全国知事会からも提言を出しておりますが、県をまたぐ移動についてでありますが、過度の緩み、これを生じることがないように、最低でも緊急事態宣言発令中につきましては、都道府県をまたぐ不要不急の移動の自粛、お願いをしたいと思います。これに伴いまして、県有施設におきましても、県外客の皆様方につきましては、引き続き利用をお控えをいただくよう呼びかけを行うこととし、事業者の皆様方にも同様の取り組み、お願いをしたいと思います。またこれまで全国的にクラスターが発生をしている、例えば繁華街の接待を伴う飲食店、またカラオケ、ライブハウス、これらの外出の自粛を求めたいと思います。次に3番目、新しい生活様式についてであります。今後感染防止を図りながら、段階的に社会経済活動を上げていく、そのためには手洗い、咳エチケット、その徹底はもとよりのこと、3密、密集、密接、さらには密閉の回避、症状がなくてもマスクの着用、さらには人との距離、できるだけ2メーターは空けるといった新しい生活様式、スマートライフを県民生活の中にしっかりと浸透させていくことが重要となります。また事業者の皆様方には、100に及ぶ事業各業種における策定がなされているガイドラインなどに沿いまして、感染防止、拡大の防止のための取り組みを適切に行っていただきたいと思います。県としては第2波、第3波、これを迎え撃つため、全庁を挙げて新しい生活様式、スマートライフ、その周知広報を行いますとともに、県民事業者の皆様方の取り組みをしっかりとサポートしていくこと、以上3点、県民の皆様方の日常生活を取り戻すため、強い気概を持って取り組んでいただきたいと思います。よろしくお願いをいたします。以上で、第15回の新型コロナウイルス感染の対策本部会議を終了いたします。さあ、それでは新しいフェーズを迎えることとなります。しっかりと第2波、第3波、こうしたものを迎え撃つ、そして新しい生活様式、これらをまさに県民の皆さん、事業者の皆さん方と共に、我が物としてしっかりと体得をして、そして段階的に
社会経済活動をしっかりと上げていく。これからは感染拡大防止と、そして社会経済活動を段階的に上げていく、この2つをしっかりと図っていく、こうした点に意を用いてまいりたいと考えておりますので、皆さん方にもしっかりと取り組みをよろしくお願い申し上げたいと思います。新しいフェーズ、しっかりと取り組んでまいりましょう。よろしくお願いいたします。